にちは、岩スタースティーブンです。前回はこちらのゴールドエクスペリエンスの紹介をしました。で、そして今回は、はい、こちらですね。ちょっと今台座取っちゃってるんだけど、ジョジョの奇妙な冒険第5部黄金の風より、ジョルノ・ジョバーナです。来ましたね。なんかこうやって揃うと絵になりますよね、やっぱりこのスタンドと本体同士で。ちなみにこのジョルノのポーズはこっちですね。でかいバージョンのジョルノと全く同じようなポーズですね。というわけで早速詳しく見ていきましょう。はい、こちらです、ジョルノ・ジョバーナ。ね、まず皆さんこれ見てどう思いましたかね。僕は正直言うとあんま似てねえなというか、顔の出来がちょっと微妙だなと思いました。これはね、個体差もあるかもしれないんですけど、右目と左目で左右見比べると分かると思うんですけど、なんか形も違うし、こっちの目の方がなんか白目の面積が多いような気がします。で、もう一個問題があって、ここの髪の色とここね、肌の色の塗り分けがね、塗り分けというか、まあ色の濃さにあんまり差がないせいで、ちょっと眉毛がないように見えなくもなくないですか。ちょっと遠ざかってみようか。パッと見眉毛ないように見えちゃわないですか、これ。一応あるんですよ、あるし色も塗ってあるんですけど、若干同化しちゃってるんですよね。まあでも他のディテールは割と良くてね、例えばここのね、首筋にかけて、あとここ胸筋のデザインとか、なんか本当原作っぽいんですよね。いかにも結構こんな形してるんですよね。で、全体的な服は紺色。まあ、もともとジョルノは15歳ぐらいの学生だったかな、設定。だからこれも制服なのかな。こんな胸のはだけた制服やばいけどね。制服っぽいような紺色と、あと金色のラインね。この金色のラインもかっこいいですね。ポケットの装飾も結構細かいんですよね。色もね、こんな小さいけどはみ出しないし、あ、ここもだ。ここも金属っぽいけど、はみ出しがほんと少ないですよね。で、やっぱり腕には、ジョースケたちと同じような、ね、この腕輪が入ってるんですよ。で、はい、ぐるっと後ろ行くと、やっぱひし形の模様があるんですよね。こっちは、紺色に比べるとだいぶもうほぼ黒ですよね、黒。ここんとこのシワの表現もいいですよね。で、足元、もういかにも学生っぽいような茶色い靴ですよね。で、ちょっと小さいんですけど、ここにもやっぱり、テントウムシちゃんとついてます。細かいながらね、テントウムシってちゃんとわかりますよ。セリエ A のね、スター選手に憧れるよりもギャングスターに憧れたっていうシーンです。この時本当はこの肩のこの辺にゴールドエクスペリエンスの顔が映ってたんですけどね、まあ、だから並べ方はこんな感じかな。で、こっちのデカジョルノと比べると細かいところで言うとここですよね。ここのポッケの、なんだろう、モチーフっぽいのが、こっちはな、省略され、どっちが合ってるのかな？あ、こっちの小さい方のフィギュアの方がなんか、形は合ってますね。で、ポーズほとんど同じに見えるんですけど、こっちの方は、左手でガツッと布を掴んでますけど、こっちは、なんだろう、掴んではないんですよね。なんか添えてるだけっていう感じで。まあ、そのうち、彫像稼働もね、一応、五部勢は、主人公チームはほぼ出てるんですよね、全部トリッシュ含め。もう場所とお金に余裕が出たら買い揃えたいなと思うんですけど、いつになるだか分かんないね。まあ一応買った時は紹介はしますんで、気長にお待ちください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。